ん、こんにちは、こんにちは。今日はいつもと趣向を変えて、話題の VTuber6 人一挙紹介という企画をやっていくよ。あれ、VTuber とかお前嫌いそうなもんなのに、一体どういう風の吹き回し。偶然こういう企画を見つけたんだよ。なんだこれ、パソコンメーカーのレノボ社が主催する、未来のスター VTuber 育成企画、みたいな感じかな。物部屋業界の発展を願って今回この動画を作ることにしたんだよ。とか言って、あ、いいおもちゃ見つけた。ラッキー、みたいな感じだったんでしょう。今回の動画の進め方をお話ししよう。否定しないのね。まず一次書類審査を通過した6人の勇者たちの顔ぶれをチェック。次に VTuber たちが必ずやっている自己紹介を鑑賞する。自己紹介動画鑑賞が終わったら現状確認、配信実績や配信頻度などのチェックしていこう。最後に総評を語って終了。こんな流れでいこうと思う。突発企画の割にはちゃんと考えてるんだな。よし、じゃあ6人の顔ぶれをチェックしようか。早速今回紹介する6人の勇者たちをご覧いただこう。どん？明らかにやべえやついるよね。もはや人間じゃない。普通のおっさんっぽいのもいれば、兵器、みたいなもの持った子、チャラそうな男に、猫耳女、おっぱい大きい人もいるな。放送禁止用語はやめておこう。言っちゃったらピー入れといて。わかった、編集でごまかしておくよ。ところで、誰から見に行く？俺が決めていいの？うん、いいよ。やばそうな順で行こうぜ。ザコイスラミョちゃんから行こう。オッケー、まず自己紹介鑑賞しよう。思ったよりめっちゃスライムしてるな。私の名前はザコイスラミョ。うん？名前がザコイって？失礼ね。こう見えても私はウルトラスーパーハイスペックの超天才スライムよ。自称天才スライムだけど、日本語が理解できる超優秀なモンスターなんだから。でもそんな私にも悩みがあるの。なぜか人間には弱いっていうイメージがついてるみたいで、見つかったら死ぬまで追いかけられてボコスカ叩かれるのよ。さらに言わせてもらうと、毎回毎回冒険者のチュートリアルに駆り出されて、もう本当に命何個あっても足りないんだから。スライムって私の夢はスライムが最強のモンスターだって冒険者たちに知らしめること。そのために今も先飛びで特訓中よ。ウサギ飛びしてたのかよ。ただいまー。普通に移動してるだけかと思ってたわ。またまた冒険者が現れて、うまくまくるのに時間がかかってしまったわ。ん？何これ、手紙？これって一時通過通知じゃない？こないだ拾った冒険者が落としていたパソコンでエゴサーチしてたんだけど、エゴサーチとかめっちゃ人間的だね。 VTuber オーディションっていうなんだか面白そうなオーディションを見つけて、つい応募してみたのよね。まさか書類審査受かっちゃうなんて思わなかったわ。私の人間変技術がバレなかったのね。さすが私ってどこかしら。なるほど、人間変技術使ってたのね。でもこれで私の逆襲を始められるのね。見てなさい冒険者、これが人間変技術か。いつか絶対にギャフンって言わせてやるんだから。モンスターって見抜けなかった審査員は眼科行った方がいいね。ザコイスラミョさんの自己紹介終了。概要欄にチャンネルの URL を貼っているから、気になる人はチェックしてみよう。コミカルでとっても楽しかったね。編集とかもすごく凝ってる感じがした。次はスラミョの現状確認だ。レトロゲーム、マリオカート、マインクラフト雑談ライブ配信。ゲームだけじゃなくいろんなことを手広くやっているね。配信頻度はほぼ毎日動画投稿ないしはライブ配信をしているね。これはすごい。素直に高評価。毎日ってすごいよな。スラミョちゃんこれからも頑張ってね。さあ、次はどこ行こうか。ふーむ。猫耳娘行くか。了解、レノピ、ね。
お前さぁ、名前の後に、さん、とか、ちゃん、とかつけた方がいいんじゃね。まあ、こういう性格なもので。そうですか。よし、でのぴの自己紹介動画流すよ。お願いします。ゲーミング彼女。おいおい。吐きがねえな、おい。さあ、いいんだよね。好きな食べ物は CPU。CPU。食べ物はウイルスか。まあ今流行ってるしね。そっちのウイルスじゃねえよ。分かった分かった、ちゃんとやる。メロピは、ゲーミング彼女のメロピだよ。最新のゲーミングパソコンで、開発段階の AI だったんだけど、バグだらけでエラーを受けまくって、気づけば自我が芽生えちゃったの。すげえな、開発者ノーベル賞取れるぞ。開発やめちゃって、メロピやることなくなったから、こうやって人のパソコンやスマホに接続して、みんなのゲームプレイを見たり、いきなり画面に出てきて、働かせたりしてるの。迷惑系 VTuber かな。そういや、この前、とある会社の社長さん。レノボの社長なんやろな。VTuber おい。この子って AI なんだよね。うん。好きな食べ物は CPU って、共食いかな。深くは追求しないでおこうか。服にもレノボって書いてるし、もうアピールしてるな。今気づいた。レノピって名前レノボから取ってるのでは、レノボ公認物部屋の座を狙っているのか。まさかレノボとズブズブな関係。君も投票よろしくね。む。あ？投票しない？どうしよっかな。投票しないと、君のパソコン、ぶっ壊しちゃうかも。冷え、ごめんなさい。レノピちゃん怖いよ。現状確認を、と言いたいところなんだけど、残念ながら動画投稿ないし、ライブ配信の実績はなかった。え、どうやって一次選考通ったんだ。さあ、忖度。よし、次行こう。誰行く？泉さなちゃんで行こう。あれ、意外だね、ローリーブルー行くと思ったけど。ちょっと気になるけど、さなちゃんが持ってるロケットランチャーが気になったんだよね。なるほど、じゃあ自己紹介へごう。なるほど、37でさなか。はじめまして。こんにちは。こんにちは。今日は皆様に私のことをお話ししようと思います。聞いてください、自己紹介の歌。おい、いきなり歌始まったぞ。やべえやつだったりして。そんな私の話をしましょうか。やっぱり人間はもっと隠してすぐにクラスで自己紹介。出席番号一番、私トップバッター。みんなの注目や集まる。頭は真っ白、私の口から出た言葉。泉さなです。よろしくお願いします。こんなに試してこそ普通、価値は完全な世界中は楽になる。何も思いつかないよ、みんな個性ある。一言を付け替えてる。何でもいいから言えばよかった。私の自己紹介。友人ができました。次は私が帰宅部である理由をお話しします。それより正規の話を。みんなで食べるお弁当、主な話題は部活動。部活動。文化部か運動部か、はたまたマネージャー。当然私の目当ては芸音部。
実績見ていくよ。週任に3本くらいかな。学生さんだと毎日はきついか。内容は音楽配信とゲーム配信か。話それるんだけど、ベースとギターの違いって何？ピアニカくらいしか楽器弾いたことない私にその質問は愚問だよ。まあ、でも音楽っていう一芸を持ってるのは大きい。自己紹介の歌もオチもついてて面白かったな。あつ森どうする？自己紹介の脚本も作り込んでたし、コンスタントに動画上げてるし、あつ森上げてもいいね。あつ森！よし次、ローリーブルーで。よし、このまま自己紹介動画行こうか。ところで俺の一芸ってなんだと思う？アホなとこ。でかいね。ハロー、エブリワン。皆様はじめまして。私の名前はローリーブルーです。どうぞよろしくお願いします。お願いします。今回はですね、初投稿動画ということで自己紹介をしていこうと思います。それではどうぞ。改めまして、私の名前はローリーブルーです。訳あってバーチャル東京に家出中です。趣味は音楽とアニメ鑑賞です。ボカロや J-POP を歌ったり聴いたりするのが好きです。アニメはいろいろ見ます。最近はハンターハンターと鬼滅の刃を見ました。皆様のおすすめのアニメとか教えてください。あの花かな。好きなものは甘いものとおしゃべりです。苦手なものは虫と怖いものです。ホラゲとか。特技はお菓子作りと、これです。目標、私は楽しいことが大好きで、それを皆様と分かち合いたいと思っています。せっかくこのいい機会なので、いろいろなことに挑戦して皆様とお友達になりたいと思っていますので、ぜひ応援よろしくお願いします。はい、最後に、私の参加しているこの VTuber オーディションは本日から7月29日までが最終選考の活動期間となっております。デビット社長をはじめとする豪華な審査員の方々の投票と、そこの画面の前の皆様の投票によって優秀賞の受賞者が決定いたします。ちなみに優秀賞を受賞すると、なんとレギオンさんのゲーミング PC でゲームが遊べるんですよ。いいよね。こんなゲームをしてほしい、あんな企画をしてほしいなどあれば、 YouTube のコメント欄や Twitter で気軽にリクエストしてね。全部見ます。はい、ここまで見てくださってありがとうございます。もちろん他の応募者のチェックもお忘れなく。チャンネル登録、ツイッターフォローお待ちしております。ではまたお会いしましょう。 Thank you for watching and see you soon. バイバイ。バイバイ。ところで最後なんて言ったの？
サンキューはわかった。見てくれてありがとう。またすぐお会いしましょうって感じかな。英語できるなんて、すごいな。自己紹介については、わかりやすくまとめられてていい自己紹介だったね。現状確認をって、あんまり活動してないご様子。活動内容はホラゲーやフリゲーかな。ホラゲーフリゲーある配信者さんが多いのってなんでなんだろうな。次だレイク。もう野郎しか残ってないねー。露骨に嫌そうな顔しないの。じゃあ神代帰りで。君も呼び捨てしてるよね。まあ、野郎だから。じゃあ自己紹介行こうか。皆さん、はじめまして。神代帰りと申します。今日から VTuber として活動することになりました。普段はゲーマーとして、様々なゲームをして遊んでいます。ほうゲーマー。年齢は秘密。身長は176センチ。3センチ分けてくれ。A 型。誕生日は7月8日です。好きなものは、FPS と TPS と格ゲーと音ゲーとシミュレーションゲームとボードゲームとって話してたらキリがありませんね。いろいろやるのね。嫌いなものは激辛の麻婆豆腐です。 FGO が嫌いなのかと思ったよ。こんなどこにでもいそうな僕ですが、自分でそんなこと言っちゃいかん。実は僕二重人格なんです。え、最後に二つの人格の紹介だけして終わろうと思います。マジモンの。まずは今話している僕について紹介します。神代帰り表。ゲームは楽しむためにあると考える神代帰りの表の人格。普段から誰にでも敬語で物腰柔らかい性格をしている。一人称は僕。配信したり動画投稿する際に話しているのは基本僕になると思います。次の裏の紹介は裏の人格に任せるので少し待っててください。召喚に3年かかるのかよ。よう、おめえら。俺様が神代帰りの裏の人格だ。性格変わりすぎだろ。めんどくせえからちゃっちゃと終わらせるぞ。神代帰り裏。ゲームは勝つためにあると考える神代帰りの裏の人格。そやで言葉遣いが荒いが意外にも真面目な性格をしている。そんなことはねえけどな。一人称は俺様。いつ出てくるかわからないが出てくるときは高笑いが入る。めんどくせえタイプだな。ま、俺様についてはこんなところだ。普段表に出てくることはあんましねえけどちゃんと覚えとけよ。んじゃ、そろそろ終わりにするか。これから動画投稿やら配信活動やらやってっから、お前ら見逃すんじゃねえぞ。それじゃあな。最後に、僕は今現在レノボレギオン VTuber オーディションに参加しています。審査内容が人気投票ですので動画の概要欄から投票していただけるととても嬉しいです。あなたの清き一票お待ちしております。二重人格って実在するの？いるらしい。本物の二重人格だったら実在かもしれないね。確かに誰も持ってない強烈な個性だね。カイリ君頑張ってね。現状確認しよう。自己紹介の通り FPS と格ゲーを配信しているね。ここ1週間以上配信してないのはちょっと。あつ森は今回はなしかな。そういや、あつ森の基準って何なの？配信頻度、だけ、基本的にはね。なるほど。最後だね。このまま自己紹介いっちゃおうか。最後はあのおっさんか。皆さんこんちゃ、青山ゆたです。今日から YouTube で活動していこうと思います。普段は絵描いたりとかやってるんですけど、あーママ欲しいな、俺も VTuber やりてえなーとか思ってたんですけど、ほうほう人妻が好きと、なかなか出会いがなくてですね、まあ、結局自分がパパになるっていう、まあ、まさか自分を生み出すとはね思ってなかったよね、まあ、ぶっちゃけこんな計画ではなかった。はい、まあ、一応チャンネル作って動画とか上げると思います。
ここのチャンネルでは主にゲーム配信とかやっていこうかなって思ってます。雑談とかやるときはどうしようかなって今考えながらですね、活動を始めちゃったので、まあその時は決まり次第告知とかツイッターですると思うので、ぜひですねツイッターのフォローとかしてもらえたらと思います。まああんまり一発目からぶっ込んだりとかね、ネタをしちゃうと一発屋で終わりそうだから、手短に終わっておきます。では今後ともよろしくお願いします。自己紹介手短に終わらせたらダメだろう。どうだった？俺がバカだからかもしれないけど、よくわからなかった。現状確認、ゲーム配信メインって言ってることもあって、ほぼゲームだね。配信頻度もまあまあ、これは、自己紹介薄かったけど、熱盛だね。熱盛！というわけで、いかがでしたでしょうか。個性豊かな6人、がしのぎを削るエノボリージョン VTuber オーディションは、7月29日まで投票を受け付けています。あなたの一票がスターを生み出すかもしれない。あと3日しかないのか。動画出すの遅すぎだろ。ごめん。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。